ヒルギダマシは、キツネの孫かヒルギダマシ族の常緑肝と。分類によっては、クマツヅラ科や独立科であるヒルギダマシ科に含められることもある。長官体に生育するマングローブ樹種の一つ。ヒルギという名が付いているが、ヒルギ科、ヒルギモドキなどの植物とは別の系統に属する。成りきで、高さ10メートル程度となる。 上緑高木だが、生息地北限となる沖縄では高さ数メートルの低木となる。同じマングローブ植物の浜桜と同じく、干潟の泥の中に放射状に広く水平に根を張り、高さ数センチメートル程度の柔らかい竹の根と呼ばれる呼吸根を土壌表面より垂直に突き出すのが大きな特徴となる。この呼吸根は二次肥大成長をしないため、 マヤプシギと比較して滑らかで弾力性に富む。また根には葉緑素を持つ。葉は卵状からヘラ状、太子ヒハリ状とバラエティに富み、角質で耐性する。葉には本種のもう一つの大きな特徴として塩類線がある。塩類線は常に海水にさらされる本種の塩分の排出機構であり、葉の表面、裏面に存在するため、 代謝が活発で気温が高い牡蠣などには、塩類線から排出された塩分が結晶化しているのを観察できることがある。私有一種。牡蠣は夏で溶液、または枝先に集酸化状をつけ、5ミリメートル程度の大きさの黄色ないし、大色の花を数個咲かす。蜜腺は、花弁自体に細かい突起状の分泌腺として存在する。 果実は2センチメートル程度の大円型で表面に細かい毛が生え、開白色に熟す。海水に浮くため、海流に流されることで分布域を広げる。東アフリカ熱帯域から東南アジア、オセアニア、ニュージーランド等の熱帯及び亜熱帯の海岸に広く分布する。日本では先島諸島に分布する。先島諸島の日が大気にマングローブとして生える。 石垣島や西表島に多く、宮古島島尻の生育地は、本州の世界的な北限でもある。高い耐塩性を持ち、日本のマングローブの体上分布では最も外側に生育する。本州は南アジア島では15メートルほどの高木となるが、日本の生息地では多くが1メートル程度の低木である。そのため潮位が高い時には海水に完全に水没することも多い。 世界的には広い分布域を持つ本種であるが、分布域の北限にあたる日本では数が少なく絶滅危惧アイビー類に指定されている。ゲシュム島のヒルギダマシバヤシイランゲシュム島付近のヒルギダマシバヤシはハラー生物圏保護区としてユネスコの生物圏保護区に指定されている。植生が豊富な地方では伐採して木炭原料としたり、パルプ化して生殖原料とする。 蜜が取れるので、養蜂の細密対象とすることもある。また高い耐塩性を活用し、公開海岸に植樹することで、海岸線の緑化が試みられている。また、ヤギの飼料としての価値も検討されている、利用価値の高い植物である。A.B. デュークエトール、財団法人ア熱帯総合研究所日本における、マングローブ研究の動向。 2012年8月23日閲覧。マングローブ植物の過密分泌機構ユネスコ。ハラバイオスフィアリザーブ。イスラミック・リパブリック・オブ・イラン。ユネスコ。2021年3月7日閲覧。第14回ブループラネット賞受賞者記念公演。2012年8月23日閲覧。ありがとうございます。